どうもぺこぱチャンネルご覧の皆様こんにちは、ぺこぱの松陰寺太勇です。そしてこちらがピカチュウちょっとシュウペイさん、顔の半分も出てないけど、すみません。どうしたんですか？恥ずかしいんですけど、はい、ヒゲが濃すぎてちょっと今日 NG なんですそれよそりゃいいじゃねえかよ。ちょっとヒゲ濃すぎて、はい、いやあーちょっとやめとこやめてください。あと頭はどうしたんですか？頭もヒゲが生えてきちゃってるんですか？ちょっと寝癖がひどすぎて、あらまあ、ちょっとピカチュウでごめんなさい。はい、じゃあ今日もシュウペイさんそのスタイルですね。はい、ちょっと犯罪者的な感じでやらせております。軽い犯罪だな、多分。あー、そんなこと言わないでー。悪くないだろ。いや、シュウペイさん、何ですか？生活感ありすぎて、なんかえ、なんか、あ、どういうとこに住んでんだっていう、なんかちょっとえ、なんか悲しい。悲しい？なんでだよ。ありのままを出していくんだよ。さあ、ということで、何ですか？カーテンダサいです、ね、いいんですよ、その話はもう変えませんからね、僕は。なんか人の顔描いてない？人の顔じゃないよ。なんかこの人の顔じゃない。何それ？アジサイ？ああ、ダサいですね。いや、うるさいな、おい。いいんだよそのいじりは。カーテンの能力を発揮できないカーテンですね、それは。もうずっと言うやん、それ。もう嫌になってくんだけどそのカーテンならカーテンしない方がいいです、ね、いや、やかましいな。いいんですよ、役には立ってんだ、一応さあ、ということでシュウペイさん、はい、先日ね、あの有吉の壁オンエアされましたけど、有吉の壁悪くないだろう。で、ブレイク芸人の企画ではい、あの僕ら、あのどっちなんだシエルっていうネタやったんだけど、はい、オンエアも見ましたか？見ました、もちろん。ちょっと率直なシュウペイさんの感想を聞かせてほしいんだけど。いやー、ほんとね、うん、正直悔しいです、僕。なんで？なんかね、うん、ちょっとテンポが悪かった。なんかさ、これ、有吉の壁の生放送終わりで、ちょっと Hulu の方で、あ、そうだね。なんか反省会みたいなのあったんですけど、あ、出てたな。そこでもちょこっと言ったんですけど、うん、あの本番の出来が一番悪かったなんか練習とか、うん、なんかそういう風に考えてるのが面白かったなっていう。あなんか本番がそうでもなかったなっていう。ああ、なるほどね。うん、なんかでもさ、なんか俺的には結構なんか流行りそうなフレーズなのかなとか、うん、ちょっとこう気になるような、耳に残るような、どっちなんだろう、どっちなんだろうっていう、なんかさ、うん、俺は好きだったの、うん、だからちょっとね、うん、不甲斐ない結果になったし、うん、そんなバズんなかったから、うん、ちょっと悔しい。ああ、なるほど、うん、意外な感想ですね。なんか俺たちの新境地を見せたかったのに、あんまりだ、うん。ちょっと本気でちょっと反省してるパターンですか？本気で。あ、本当に何かどっか営業とかね、これから行けるようになったら、うん、ちょっとやりたいなぐらいの気持ちだった。あ、本当。ちょっと悔しい。まあでも、もう練習も何も人前でやったのが収録本番だからさ、ほぼ無人だったしね、うん、うん、なんかそのネタをかけるっていうのがもうなくなっちゃってるから。そうね、慣れてないのはあったけど、でもさ、俺の中ではさ、その前にさ、はい、あの壁デミー賞あったじゃん。はい。で、あの時にさ、ちょっと俺いまいちうまくできなくてさ。結構あるね、最近。うん。で、楽しいな。でさ、その後有吉さんのラジオをずっと聞いてたらさ、うん、有吉さんがすげえためになる言葉言っててさ、おー、全力で滑りに行って、滑るのが好きにならなきゃダメなんだよって言ってたの。それって、ボケで言ってんの？それともマジで言ってんの？あ、結構マジな方で。へぇ。で、なるほどと。なんかやっぱどっかで滑りたくないとか思ってたから、
発揮できなかったのかなと思って、うん、あのブレイク芸人の時はもう本気で滑りに行こうと思って、うん、で実際本番も思いっきりやって、うん、よしなんか気持ちよく滑ったなと思って結構満足芸にさその日は終えてさ、うん、で実際その感じのテンションでまだオンエアを見たらさ、うん、ちゃんと滑ってて嫌な気持ちになったんだよねこれなんか滑ってんなって感じになってたよね。そうやっぱり滑んの嫌だなって思っちゃって、いや嫌だなって思ったし、うん、しかも裏側を言うとさ、うん、本番前さ袖でさ、うん、俺が普通のトーンでさ、うん、よくこういうキャラのやってたねって俺言ってた、ね、本当だよ。もうさあ今からやるぞって時になんてこと言うんだよと思ってさいや俺恥ずかしくてさ、そうそう、いやだから袖のまた裏に隠れるっていうだからさあ行こうって時にシュウペイがいきなり俺にさ、いや本当よくこういうのやってるよねって俺にまじまじと言い出してさ、俺やっぱ無理だわみたいの言い出して松陰寺太夫もよく化粧してやってるなっていう、ちょっとでもすごいなとはリアル、あ、いや俺は無理でもシュウペイはシュウペイみたいな。今後でも絶対またこういう企画あるけどさ、うん、どうしていくよ。いや裸以外はやるよまず裸 OK 出せよお前いやちょっと NG なんですいません。あ、そうです。いやでもなんかなんだろうななんか俺もオンエア見るまでは気持ちよかったんだけどさ、うん、見てからあれやっぱ滑ってんなってちょっとなるよね。あと結果を知っちゃってたからちょっとね、うん、あーなんかこう流れてほしいプラス、うん、いやちょっとこう嫌だなっていうのがね、どっちもどっちもあったのよ。なるほど。多分あのミスターパーカージュニアとかさ今もう流行ってんじゃん、うん、あれはもう早く流れてほしいプラス見たいっていう期待値なんだけど、うんうんうん、うちらも本当だったらあのブレイク芸人も俺ももちろん出たかったから、うん、なんかでこう流行んないかなっていうのありつつだったのに、うん、ちょっとあんま見たくないなシュウペイ顔色悪いとか。そう、顔色悪かったな、やっぱちょっと松陰寺もあの、このあれが絶妙に受けてないんだよなとかって言われてたじゃんそういやなんかそっちのそっちの方言われちゃってるからさ、そう、だから俺ももう、もうほんと150のパフォーマンスやろうと思ってさもうギター舐めるぐらいやっちゃえと思ったら、うん、若干みんな弾いてたっていうさやりすぎはダメだなっていうそうそう、だからちょっと悔しかったからね。 なるほど。なんかでも、なんか違う形でああいうちょっとフレーズが残るようなっていうのはなんか やりたいなとは思った。そうだね。でもさ、うん、そもそもあの企画ってそのそんなに受けなくていい企画で始まってんのにさ、うん、あのみんな結構ガチガチにネタ仕上げてきてるから困るよねだからあそこでマジで跳ねる可能性があるからそう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 、チョコプラさんの TT 兄弟とかみたいなのあるから、そうそう、結構みんな力入れてくるんだよ。いや本当にその漫才俺らがやってる本ネタより本当は力入れなきゃいけないかもしれないねそうそうそうということでね、次回また呼ばれた時は頑張りましょうね。そうですね、ちょっと結果残しましょう。はい、さあというわけで、はい、以上ぺこぱチャンネルでした。ありがとうございました。ありがとうございます。